いや、フォルムがエイリアンなのよ、もう。うわー、誰？ハエデ嬉しいな。私、デートの約束した時からずっと楽しみにしてた。ホラーはね、ちょっと抱きつかれる可能性もあるのよ。そんなことやら君と僕のファーストキスなんて言ってもうなんかキスされる可能性あるってことでしょ。待って、怖い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 。さあ、というわけでね、今回明日初めて彼女とというゲーム遊んでいきたいと思います。まあ、どんなゲームかちょっとよく分かってないけど、いや、よく分かってなくはないんだけど、まあとにかく毎日彼女の顔が変わりますという感じっていうのは知ってます。一応やっていきますか。始めました。あなたの名前を切り取ってやめて。切り取ってやめろ、これ。さとみ。さとみ。よいしょ。彼女の名前、ひよこ。まあ、彼女の名前、ひよこちゃんでいきますか。ひよこ。いきますか。あ、20歳にして、僕に生まれて初めての彼女ができた。神様、ありがとう。ツイッターで出会った彼女は僕より一つ年下で、美人で、清楚で、なんといっても僕を好いてくれている。そしてついに明日、初めて彼女のデートなんだ。興奮しない興奮してるんだね、これね。うん。やっと彼女に触ったり、できるかもしれない。だから、中学生の男の子って感じはするね、これね。すごい、もう、なんか触りたいんだろうね、とにかく。手をつなぎたいとか。初対面なんて関係あるか。初対面かい、初対面かい、まさかの。絶対にお持ち帰りする。すっげえ、もう欲望 120% やん。はは、落ち着け僕。いや、無理だ。落ち着いていられるか。チューだってしたいし、エッチだってしたいんだ。何度この日を夢見たことか。横ちゃん、今まで出会った誰よりも可愛くて優しい。なってないのよ、まだ。出会ってないのよ。最高の彼女だ。どんな状況？会ったことないのに彼女っていうのは、その、一方的に思ってるだけの説あるね、これね。全然そんなことないのにみたいな。でもさ、なんかやっぱ、会ったことないっていうのはさ、この、もう写真なんてさ、もしかもあんな、もう、もろこう、エフェクトかかってるやつね。どうとでもなる。いや、それはね。こいつ初対面で触ったりしようとしてるしね、しかもね。ひよこちゃん？ひよこちゃんはどこに？どういうこと？あ、もう翌日か、これ。ひよこちゃん、あったんだ。え？ついに？ひよこちゃん？ひよこちゃん！お？お？ひよこちゃん！朝か。なんだか、変な夢を見たような。ま、そんなことはどうでもいい。いよいよデート当日だ。約束の時間が待ちきれなくて、僕はすぐに支度をして駅に向かった。ひよこちゃんを待つこと1時間。僕はドキリ、いや、1時間前に着いとんか、お前、えぐいな、さらっと。さらっとえぐいな。ひよこちゃんが遅刻してきたのか、お前が1時間前に来たのか、だいぶ変わってくるわ、それ。そして、さとみくん、やーべえ、これ俺の名前でやったのすげえ後悔してきた、今。初期の名前から変えない方がよかったかもしれん、これ。彼女が、来た。いや、フォルムがエイリアンなのよ、もう。うわー、誰？お待たせじゃない。お前よくそんな自信満々に来たな、それ。その写真送っといて。ちょっと後ろめたい感じあるだろ、絶対。なんでこんなルンルンなの？ちょっと気まずいだろ、それは。さすがに。まずは、初めましてって言わなきゃ、かな？あ、でも通話してたから全然初めて会う感じがしないよ。あ、なに、やばい、みんな選択肢来た。選択肢来た。初めましてか、誰？誰？自分に嘘はつけない。誰？誰？ひよこだよ。ああ、もう無理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 。ご利用せん、ご利用せん。絶対ご利用せん、それは。リアルでは初めてだから分かんなかったでしょ。いや、無理無理無理。ごめん、会ってみたらなんか違った。僕たち別れようか。いや、究極のスピード。なんて言えるはずもなく、無言で見つめ合ったまま時間が流れていく。あ、もしかして本当に分かんない？ツイッターの画像は結構持ってるんだよね。もう原型もない気がする。あ、でも、あ、メガネ取って、鼻んとこに、猫のスタンプをつけて見えなくして、
で、このリップを落とせば、なんか目はちょっとこう、ワンチャンある気がするな、でも。目はなんかこう、さっきの写真になる気がする。この顔をどう加工すればあんな写真になるって言うんだよ。あんなに興奮してあいつらを見返せるって、浮かれてたのがバカみたいだ。こんな子が僕の彼女、冗談じゃない。受け入れられるわけないだろ。ごめん。今日は、うん、会えて嬉しいな。私、デートの約束した時から、ずっと楽しみにしてた。適当な理由をつけて帰ろうと思ったけど、嬉しそうなひよこちゃんの雰囲気に流されてしまう。っていうか、この状況で帰るなんて、どうやって言い出せばいいんだよ。でも、何もいい方法が思いつかない。僕の気持ちなんて知らないひよこちゃんは、ホップ、ステップ、ジャンプで隣に並んでくる。今まで僕はこんな彼女とデートすることを楽しみにしてたなんて嫌だ。あんなことやこんなことまで想像していたのに、最悪だ。もうデートなんてここで断ってしまいたい。でも、もう終わっちゃってるのに、ドタキャンなんてできない。できるわけがない。彼女は僕が動き出すのを待ちかねている様子だ。くそ、仕方がない。興奮が一気に冷めたせいで心臓に負担がかかったのか、気分が悪くなってきたけどな。もう腹をくくろう。とりあえず今日のところはこのデートをこなすんだ。それで終わったらブロックすればいい。後のことはその時にまた考えよう。そうするしかない。僕は大きく息を吸い込んだ。じゃあ行こうか。うん。行き先は、あ、もう一個しかないんだ。もう一個しかないんだ。選択肢も。ホテルとかなんかいろいろあったと思うんだよ。この子のテンション的に。もう映画館オンリーなんだ、でも。チケット。映画館のチケット売り場に着いた。売店のキャラメルの匂いがほのかに香ってくるが、漂ってくるが、正直食欲はない。ふふ、楽しみだね。でもね、そうね。まあ、いい子ではあるよね。こう、最初にその盛りすぎた写真を見てたからちょっとあれだけど、いい子ではある気はしてきた。笑いかけてくる彼女に作り笑いを返しながら、スマホのチケット予約画面を開いた。映画に集中するんだ、俺。映画を見て楽しもう。楽しまないと、損だろ。そうやって必死に自分で自分を励ましてみる。そうでもしないと自分を保っていられない。チケットを引き換えてくる。お願いします。今日見る映画は、僕と決めるファーストキス。あー、少女漫画が原作だって。いや、これだけはちょっとやめよう。まあ、上と下がひよこちゃんが好きなのよ、とにかく。で、中の2つがちょっとあれだけど、まあでもタイタンマン言っとく。タイタンマン、確かにホラーはね、ちょっと抱きつかれる可能性もあるのよ。そんなことやる、君と僕のファーストキスなんて言ったら、もうキスされる可能性あるってことでしょ。やっぱここは間を取ってタイタンマンだろ。どうにもならなそう、これを見ても。どうにも間違ったことにならない。これは絶対タイタンマン。チケットマシンから機械音がする。僕は目を閉じてため息をついた。私、サドミのこと好きなんだ。嫌な声が再生される。チケットを掴んでレシートを引きちぎる。今日は本来なら可愛い彼女とイチャつきながら映画を見るはずだったんだ。そうすればもう、あんな奴らのことなんて。えい。あ、チケットを買って戻るや否や、腕にひよこちゃんが抱きついてきた。もう折れそうになってる、腕が。腕が折れそうになってる。かなり力が強い。ギャップね、ギャップ萌えがあった、ここに。腕がちぎれる。腕がちぎる、やば。ひよこちゃんタイタンマンの説あるね、これ。ボギー。さとみくんとずっとこうしたかったんだ。こうしてきたら私たちお似合いのカップルって感じでしょ。うわ、そうだね。僕もそう思う。どんな怪力だよ。その状態でしばらくフロアを歩かされた後、もう開演15分前になっていた。ああ、さっきまで何を考えてたんだっけ。どっと疲れて思考が回らない。キャラメルポップコーンの匂いがする。もちろん食欲はない。でもせっかく映画を見るんだし、何か買っておくか。ポップコーン、コーラ、ホットドッグセット買わない。やっぱね、
食欲、睡眠欲、性欲っていうのは三大欲求と呼ばれてて、どれか一つをやっぱ満たしてあげた方がちょっと危険じゃない感じがすんで、ホットドッグセット。蛍光板にデカデカと載っているホットドッグセットが目に入った。映画館の食べ物って無駄にクオリティ高いんだよな。でも、あの脂っこいサクサクのポテトとか、ふかふかパンにジューシーな太めのハーブソーセージを挟んだボリューミーなホットドッグのセットを今のボケが全部食べきれるわけがない。そう、あの脂っこいサクサクのポテトとふかふかのパンにジューシーな太めのハーブソーセージを挟んだボリューミーなホットドッグのセットを今のボケが食べきれるわけがないんだ。だから、あの脂を…なんか言うねんお前。へえ、映画館でホットドッグか。ひよこちゃんは映画館に来てホットドッグはないだろうと言いたげなリアクションだ。でも僕は言いたい。分かってないのはひよこちゃんの方だと。少ししてジャンクな油の匂いとともにプレートが差し出された。このポテト食べてみなよ。え、いいの？ひよこちゃんはプレートから高温で一気に加熱され、気泡をまとった熱々のポテトを袋から取り出して口へ運んだ。ひよこちゃんは驚いた顔で僕を見る。僕はその表情で確信した。落ちたな、と。ひよこちゃん、こっちのホットドッグも食べてみたいんじゃないかい？食べたい、です。その後、結局もう一セット注文した僕たちは座席に着いてからも夢中でそれを貪った。僕にはタイタンの血が流れている。戦いからは逃げられない運命なんだ。そんな、待って、行かないで。すまない、君のことを必ず守る。ビョン。最新の CG 技術が使われた派手な演出にかっこいいアクションが生えていて、とてもお金がかけられているのがわかる。でもヒロインがクソすぎる。最初はイケメンのクラスメイトに思わせぶりな態度をとっていたくせに、筋肉ムキムキのタイタンマンが現れた途端乗り換えてしまった。そのショックでクラスメイトは闇の力に飲まれてしまう。その気持ちを考えると、やるせない。これだから女の気持ちってやつは信用できないんだ。映画が終了すると、僕はすっきりしない気持ちのまま、足元のカバンを拾い上げた。面白かった。えい。例の怪力で彼女は腕に飛びついてきた。作編も楽しみだね。僕は痛みに耐えながら、彼女について考えることの無意味さに気づいてしまった。僕たちのデートにようやく終わりの時がやってきた。やっとやっと終わったよ。今日はすごく楽しかった。さとみくんはどうだったかな？うん、楽しかったよ。嬉しい。また行こうね。ひよこちゃんは今日一番の笑顔を見せる。今日はさとみくんに会えてよかった。最初はね、 LINE でしか話したことなかったからすごく不安だったんだ。でもさとみくんが優しい人でよかった。私、さとみくんの方待った。もう二度と会うことはないだろう。グッバイ。帰ったら、LINE と Twitter をブロックして、それから、僕は今までの彼女とのやりとりを開いていた。どう？見るな！見るな、もう！うん、今日その子と遊びに行ったぐらいの気持ちに陥るから、それ。この子の顔で始まって、この子の顔で終わったらもうこの子になっちゃうのよ、それは。さとみくん。元気出して。私、さとみくんの彼女になりたいな。いや、お前発信かい、お前発信かい。ツイッターで優しく話しかけてくれた彼女、落ち込んでいた僕を励まして立ち直らせてくれた彼女、会ってみたら今まで思い描いていた顔とは違った。だけど僕のことを好きと言って曇りのない笑顔を向けてくれた。それなのに僕は一方的に関係を断とうとしている。なんて自分勝手なんだろう。こんなの八つ当たりだ。僕は手を強く握り込み、スマホの電源を切った。うん、それから帰路に向かって歩き出す。思い返してみれば、自分の感情ばかり優先して、ひよこちゃんの気持ちを考える余裕もなかった。もし僕が失恋する前にひよこちゃんと出会っていたら、彼女を好きになれたんだろうか。夕日に照らされて、向かう先には長い影が伸びていた。え？え？終わり？え？誰？誰？まだ終わってない？誰？本当に誰？それに関しては本当に誰？え？あ、
てか今回のピめっちゃ使えそう。ひよこアット裏垢カレピ。そうだよ、イケメンで単純わら騙されやすそう。前言ってたさとみくんが、おいやめろなあ。そういえば私前に同じ名前の男が乗り換えたの思い出した。かわいそうな名前。おいだるいって名前変えんかったらよかったわ本当に。あーちゃんも悪よの、お互い吸えるだけいい汁吸っとこ。まあなんか前回のデートの親密度に応じて、まあハートポイントが貯まりますと。ハートポイントがいっぱいになると右側のなんかストックができると。99個までできて、なるほどな。はいはいはい。ハートマークを使っていろいろできるようになるんだ、これ。カップルデータセーブするわ、じゃあ。1個目。おーい、ひよこちゃんとの親密度低っ。全然楽しんでないやん。ひよこちゃん全然楽しんでないやん、ほんとに。労働者どうなんの、これ。え？なに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 ？あ、ここから？ひよこちゃん。この子を最高に楽しましてやったらエンディング変わるってこと、これ、つまり。ひよこちゃん。なんだこの違うって選択肢。なんだ違うって選択肢。選択肢増えた。やってみるか。違う。なんだこの選択肢。なんだこの選択肢。めちゃくちゃおもろいやん。目が違う。鼻が違う。口が違う。なんだ。なんだこれ。顎どうの。顎が違うって選択肢がなんでないんだこれ。もう口が違う。口は絶対違うだろ。いや、顎が違う！顎が違う！どう見ても顎が違う！鼻が違う。もうしてみよう。鼻が違う。さっきよりはいい。もう一回、もう一回押してみる？もう帰れない！もう選択肢ない！もう顎が違うってどうしたらできるこれ。なんだこれ？なんだこれ？良くなったんか？結果的に。朝か。なんだか長い夢を見てたようだ。まあそんなことはどうでもいい。あ、ここに戻るんだ、ここにな。これ、スキップできない。スキップできないんだ。触るぞって言ってる。落ち着け、僕。行くか。これさっきと変わんねえだろ、これな。だから、有効度を貯めて、理想の彼女を作っていくゲームなんじゃない？これ、つまり。つまるところ。来た、ひよこちゃん。これ、新生ひよこちゃん出てくるんじゃない？どうする？さっきと変わってなかったら。さとみくん？彼女が、来た。ワクワク。あ、まあ、良くなったよね。良くなった気がする。よっ、水族館行ってみるか。新しい選択肢出たよ。さっき映画館しかなかったもんね。水族館。水族館は誰と言っても楽しいだろ。知らんけど。おー、大水槽が目に入った。綺麗！すごーい！ひよこちゃんは跳ねるように水槽へ向かっていく。彼女には言ってないけど、ここには少し前に来たばかりだ。すごく嫌な忘れたい思い出が。フロアに入ると嫌でもフラッシュバックする。今日は可愛い彼女とデートしてそれを上書きするはずだった。まあ多分だけど、このひよこちゃんじゃなくてこの主人公は前に女の子と付き合ってた経験があるんだけど、多分そう嘘告とかされてなんかね、なんかそういう感じだと思うんだよ。さっき一瞬フラッシュバックしてたやん。って思うんだけど、どうなんだろうね。今頃優越感に浸っていたはずなのに、やべえ、超どうでもいいけど、めちゃめちゃじゃがりこ食べたい、今。お！幼なじみのあやはすごく美人で、僕のことを好きと言ってくれていた。待って、怖い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 。さっきの裏垢のさ、あやちゃんって子、この子じゃん。なんか似たような名前の子に、ね、言い寄られてたって言ってたけどさ、そこで繋がってんの、これ。結構複雑な話になってきたよ。だから両思いだと思っていたし、告白はなかったけど付き合っているようなものだと思っていた。でもある日水族館に誘われて行ってみたら、そこにいたのはアヤともう一人、親友の俊介だった。あの会計だけさせられたんだ。僕、アヤちゃんと付き合ってるんだ、サトミ。悪いけど、アヤちゃんはもう僕のものだから。その日、僕は幼馴染と親友の二人に裏切られたんだ。僕はあいつらを許せない。僕をコケにしたあいつらを。さとみくん、どうしたの？いや、ごめん、ぼーっとしてた。ん？私もぼーっとしちゃうかも。今日が楽しみなの。彼女は別に僕を騙すために写真を加工したり、ツイッターで話しかけてきたりしたわけじゃないんだろう。
写真の加工なんて普通のことなのかもしれないし、ツイッターだってそもそも先に話しかけたのは僕の方なんだし、自業自得だ。日がないひよこちゃんにそっけなく振る舞うのは我ながら幼稚だと思う。でもどうしてもダメだ。抵抗を感じてしまう。ひよこちゃんは様子を伺いながら僕の手を取り握った。柔らかくて温かい。強な力。そして強い。痛いくらいに握られている。どんな握力をしているんだ。あっちのコーナーも見に行こうか。ひよこちゃんが解放されたくて誘導したのに、返事の代わりにさらに強く握られて僕は悲鳴を上げた。さて見に行くのは熱帯魚、深海魚、クラゲ、ふれあい。まあここはひよこちゃんのこう有効度を高めていきたい。みんな何が一番有効度高そう。これクラゲが多いな。綺麗だなクラゲ。じゃあクラゲ行くか。あった。じゃあみんな信じてクラゲ行くわ。クラゲのコーナー。クラゲコーナーにやってきた。円柱型の水槽がいくつも並んでいて、それぞれが青や水色、紫の照明で照らされている。ふよふよと漂うクラゲたちがとても神秘的だ。うわ綺麗だね。クリオネはどこかな。そう言ってひよこちゃんはどんどん進んでいく。クリオネ、クリオネはクラゲじゃないと思うけどと内心ツッコミを入れながら彼女を追いかける。これはタコクラゲとブルージェリーフィッシュだって。クリオネじゃないのか。そんなにクリオネが見たいのにどんな生き物か知らないのか。ぷ、さとみくん。あ、いやなんでもない。ごほん。思わず笑ってしまったことを咳払いでごまかした。ふふ、変なの。いや、ひよこちゃんには笑われたくないぞ。まあでもクリオネのところに連れて行ってあげようか。でも連れてってあげた方がいいよね。これ点数あげるんだったらな。連れてこうぜ。彼女がどんどん別の方向へ歩いていくので、仕方なく僕は彼女の手を引いた。クリオネはこっちみたいだよ。うん。ひよこちゃんは驚いた顔をしたけど、すぐに期待に満ちた表情に変わった。でもひよこちゃんのさっきの裏垢知ってるからな。これ見たい見たい。どこかな。いや、ひよこちゃんは信じられない握力で僕の手を握ってくるんだった。早くどうにかしないと左手の骨が折れそうだ。幸いクリオネの水槽はクラゲコーナーから出てすぐのところにあった。ほらクリオネ。わ、ちっちゃいね。あれがクリオネか。ひよこちゃんは目を輝かせながら水槽の前に立った。解放された手をいたわりながら僕も続く。クリオネは水流に流されながらもひらひらと動き回っている。腕パタパタしてる。すごい。興奮する彼女を横目になんとなく振り返ると、クリオネの捕食シーンがビデオ再生されている。無音の代わりにバッカルコーンと呼ばれる触手が頭から飛び出しての字幕がついている。そういえばこれを最初に見た時は怖かったな。ひよこちゃんもきっとクリオネの捕食シーンを知ってしまったら怖がるだろうな。クリオネかわいい。ひよこちゃんはクリオネのいるところを指でなぞりながら水槽を楽しんでいる。それを見ていると自然と顔がほころんだ。このままビデオに気づかなければいいな。なんだ、イルカショーのご案内来た。みんな、館内アナウンスがどこからともなく聞こえてくる。イルカショーだって。メニーか。そうだね、行こう。ひよこちゃんは飛び跳ねながら僕の横に並んだ。彼女の凄まじい握力を思い出して戦慄する。でもさ、これはさ、ちょっとあれの話なんだけどさ、もうなんか、なんだろう、こう、やっぱいいや。さとみくん、手つなぎたいの。そして地獄の第3ラウンドが幕を開けた。イルカショーの会場はそれなりに賑わっていて、前の方の席はすでに埋まっている。僕たちはなるべく開けたところにある席に座るようにした。あのね、ちょっとダメな、もうちょっとこう、この子に合った喋り方するか。こうして、こうして、こうして、こうなんだよな。あのね、さとみくんに相談したいことがあるんだけど。え？相談？突然のことに全然内容の見当がつかないけど、トイレに行きたいとか席を交換したいとか、そんなことを言いたい顔には見えない。どうしたの？実は私ね、私立の大学に通ってるんだけど、親にお金を出してもらってて、でもこの前ママが病気なのが分かって、手術費が必要になっちゃったんだ。
僕は突然始まった重い話に頭がついていかない。それは、大変だね。ママの病気の方が大事だから、学費よりも手術費を優先してねって言ったんだけど、学費を払うって聞けなくて、でも手術費なんて私に払えるような額じゃなくて、僕は、ぐくりと生唾を飲んだ。それって、いくらくらいなの？水族館来てる場合じゃないって。僕は言葉を失ってしまう。手術に300万円だなんて相当重い病気じゃないか。っていうかそんな話をどうしてこんなタイミングに。ママが私のせいで手術を受けられないなんて嫌で、どうしたらいいか分かんないの。内容の深刻さもさることながら、はたからすれば別れ話で彼女を泣かせているようで焦る。泣かないで、きっと何か方法があるはずだよ。ごめんね。でも何回考えても思いつかなくて。何でもいいから、とりあえず泣き止んでくれ。お金を出す。どっち選べばいいのこれ。どっち選べばいいんだよ、こんな。でも俺これハート稼ぎたいな。ハート稼ぎたいな。でも、なんかお金出した方がハート稼げんじゃないのこれ。どう思う？やべえ。下？下行くじゃん。下行くか。きっと何か方法がある。僕も一緒に考えるから、ね。うん。でも、ママが死んじゃったらどうしよう。ひよこちゃんは目に涙をためて上目遣いに僕を見た。やばい！またこの選択肢に戻ってきた。一緒に考えよう。一緒に考えればいい方法が見つかるに違いないよ。ほら、例えばツイッターでその相談をつぶやいてみるとかさ。私、あんまりフォロワーさんいないから拡散できないよ。さとみくん、ママを助けて、くすん。おお、もうめっちゃループしてるよ、これもう。他にも戻す。僕もひよこちゃんのツイートの拡散に協力するし、そうだ、そんな重い病気なら補助金が出るかもしれないよ。それとか、ほら、手術代の寄付を募ってる人もいるし。調べてみたけど、ママの病気に補助金は出ないみたいなの。それに寄付で300万円なんてとてもじゃないけど集められないよ。何か一つでもやってみようよ。うまくいくかどうかはやってみないとわかんないじゃん。だからお母さんのためにできることを何か一つでもやってみてよ。でも、僕たちの会話を遮るように、突然会場から陽気な音楽が流れ始めた。また相談に乗るよ。今はとりあえずイルカショーを見よう。ひよこちゃんはまだ何か言いたそうにしながらも、仕方なくプールに向き直った。途中までだったとはいえ話を聞いていたのに、不満げなのが気に障る。僕は彼女に聞けない。泣き言を言わず聞かされるほど面倒なことはない。そもそも、どうしてそんなに重い相談を恋人とはいえ初対面の相手にできるんだろう。やっぱイルカショーしか勝たんな、やっぱな。本当は全部作り話で、僕に貢がせるための口実でしたっていう方がまだ理解できる。それはそれで別の問題はあるけど。イルカショーが終わると僕たちはほとんど会話せずに水族館を出た。別れる時もお互い簡単。あれ、やば、終わった。戻った最初に。もうこれセールスマンやん、これ絶対。さとみくん、手つないでもいいかな。絶対やだ。おっと、ついにある。かっこいい強いな、これはな。最後まで見てくれてありがとう。動画投稿の他にも生放送とかやってます。通知をね、入れていただくと生放送の通知が来るようになるので、ぜひチャンネル登録と通知していってくれよな。あとね、ツイッターとかもやってるんでね、ぜひツイッターの方でも仲良くしてください。じゃ、また次回の動画で。じゃあな。